れ。失礼します。こんにちは。あ、こんにちは。そんなに固くならなくても大丈夫だよ。ここには怖い人なんてアキラぐらいしかいないから。え、ミチル、冗談はそのぐらいにしておけ。冗談じゃないんだけどな。アキラ先輩の威圧感は半端ないですからね。それも魅力の一つですから。おお、フォローが入ったよ、アキラ。そこに座れ。は、はい。八千代、説明を。はーい。今日ここに来てもらったのは、正式に生徒会のメンバーとして迎えるためね。それは、つまり。夢王子しおりさん、今日からあなたがフラウヤーデってことね。私が、フラウヤーデに。アキラがね、しおり以外に適任はいないって押したんだよ。すごく嬉しいです。でもまあ当然だよね。だってしおりはあの夢王子ふみの妹だもん。は姉が作った穴は妹が埋める。ドラマ性があっていいよね。そうそう、私たちも急にふみ先輩がいなくなって困ってたから助かったわ。八千代、口を慎め。すべてはしおりが実力で掴んだものだ。余計なことを言うな。周りの意見など気にせず、その実力を示すといい。わかりました。そうだ、せっかくだしアキラとしおりでご飯でも行ってきたら。親睦も兼ねて。ん？ああ、そうだな。いつでも誘ってくれて構わない。はい、ありがとうございます。私から伝えることは以上だ。では本日はこれにて解散とする。八千代怒られた。下手こいちまいましたよ。あ、これからよろしくね、しおり。じゃあバイバーイ。あの私、姉と比べられたくないです。あれ？そうなの？比べられた方が成長しそうだけどな。できれば姉ではなくて私自身を見てほしいです。しおりの言いたいことはわかりますか？しおりのお姉さんがふみさんである限り、それは避けられないことかと。だね。みんなふみ先輩の妹って先入観はどうしてもあるし。わかってます。それはわかってるんです。それでも、すみませんでした。ありがとうございます。いいの、いいの。こっちこそごめんね、好きなこと言って。でも、別に悩む必要ないと思うけどね。才能がなかったら、選ばなかったって言ってたし。アキラさんは嘘は言いませんからね。だから、あの言葉は事実でしょう。もっと自信を持って、フラウヤーデにふさわしくなればいいんじゃないでしょうか。はい。頑張ってみます。オッケー、それじゃあ私たちも解散ね。お疲れ。お疲れ様でした。